アニメペットひろき役を演じさせていただきます上田圭介です。よろしくお願いします。はい、そうですね、ひろきはもう本当にすごく簡単な一言で言うと喜怒哀楽感情のお化けといいますか、はい、もう司、とにかく司で司と一緒にいたいっていうことを常々思っている男の子ですね。まあ本当に第一印象としてはもう元気で明るくてはつらつとしてて素直、まっすぐ、すぐ泣くし、すぐ笑うし、すぐ落ち込むしっていう感じの役ですかね。はい、そうですね、まあ、僕がひろきと似てることっていうと意外と僕も人の感情に引っ張られやすいとか、例えばまあお芝居なんかを見たりしてるとなんかこうね、あの演者さんが泣いてらっしゃったら結構もろに受けてなんか自分も悲しくなったりとか、なんかそのすごく笑ってる人を見るとなんか笑顔になったりとか、なんか僕も結構感情を引っ張られやすいタイプなので、そこはもう根本的に似てる部分というか似ていてよかったなって思う部分ですかね。はい、そうですね、やっぱりこう舞台はより遠く一番後ろにいるお客様だったりとかに向けても放つ、なんかその対隣にいる相手、普通の日常会話だとなんかそんなボリュームで喋らないでしょっていうようなボリュームでも、やっぱり舞台上ではそういう会話の仕方をしなくちゃいけないしっていうのが舞台で、なんかもう感情を 150% ぐらい飛ばすのが舞台の演じ方だとしたら、やっぱりこうアニメはその距離感とかもすごく大事にしつつ、どれぐらいの距離で例えば司だったり桂木だったりと話してるのかっていうことも細かく音響監督にご指示いただいたりとか、まあ、自分で考えてきたりとか、なんか声のバランスとかそこまで振り切らなくていいと、怒りのメーターとかなんかっていうバランスの取り方っていうのはやっぱこう舞台とかとはもう全く違うやり方でしたね。はい、そこはやっぱ大変だった点でもありますし、大きく違ったところなのかなっていう、はい、声のボリュームですかね。はい、そうですね、まさかこうお隣でこうブースの中でもそうですけれども、司とひろきとしてもいつも隣にいる役どころをその希少さんとご一緒させていただくっていうのはもう本当に光栄だとまず最初思ってました。その谷山希少さんが司役ですって言われた時に、はい、やっぱりこう一つの役をアニメと舞台で僕は演じさせていただいているので別の作品になるんですけれども、そういうところでやっぱりこう谷山希少さんっていうプレイヤー、その声優さんでありとかアーティストでありっていう部分でもすごく惹かれる部分があった方なので、この人の隣で一緒に、ましてや希少さんはすごくこのペットという作品を愛していらっしゃる方なので、こうこの希少さんに負けないような気持ちでまず挑まなきゃいけないなっていうのと、あとはもう本当に嬉しいなっていう部分もなんか噛み締めつつ、やっぱりこう隣で一緒にやっていく、まあ相方じゃないですけれど、そういう捉え方をされる方もいますし、僕もやっぱ司はひろきにとって大切な相棒パートナーだと思っているので、そういう人間になれるように、なんか自分が上がってって胸張ってこう希少さんに、いやアニメの司もひろきも良かったよねって言ってもらえるようにこう頑張っていこうっていうのを一番最初に思いましたがね。はい、もう本当に素敵なかっこいい兄貴ですね。はい、小野さんはねすごく穏やかな方で優しい方で、ちゃんと初めてご挨拶させていただいたのがこのペットをそうアニメ化しますと、まあ舞台化します、アニメ化しますっていうのの制作発表みたいな時だったんですけれども、その時もすごく物腰柔らかくですね、で本当にまあ長いお付き合いになるけどよろしくお願いしますっていうのをなんか小野さんの方から言っていただいたりとかで、なんかまあ僕もともともちろん希少さんもそうですけど小野さんも知ってる方だったので、なんかいろいろ見させていただいたりとか、僕が舞台でやってる作品の
なんか役をやってらっしゃったりとか、なんか近いところに感じていらっしゃる声優さんだったので、なんかもう単純に小野さんの声だとかっていうふうには思ったんですけれど、もう人としてすごくジェントルマンな方だなっていうのは思いました。いつも気にかけてくださいますし、はい、優しくてすごく好きです、僕は。はい、はい、皆さん本当に、お待たせしましたと言ってもあれじゃないんですけれども、はい、でも本当に楽しみにしてくださってる皆様もたくさんいらっしゃると思いますし、これからね、なんかペットってどんなんだろうって予備知識ほぼゼロで入られる方とかもきっといらっしゃると思うんですけれども、なんか今回のこのペットはアニメーション、僕もまだ完璧に全部は見れてないんですけれども、見させていただいた限り、もう本当にこうちょっと僕もいろんなところで言わせていただいたりとかしてるんですけれども、やっぱりこう見ていただいてなんぼやっていうこともありつつ、初めての方でもすごく物語も分かりやすく、イラストもなんかやっぱり現代風になってたりとかもしますので、でなんかすごくこう人の記憶の中に入ってる時のこう描写の仕方だったりとかっていうのもやっぱり難しく捉えられる方も多いと思うんですけど、今回のアニメ版ではすごく分かりやすくその一コマ一コマ描写していただいているので、その難しそうだなっていう感想をお持ちの方は全然そんなことないので、ぜひ一度見てみてください。見ていただけたら分かると思いますということと、あとはもう本当に人と人とのなんかやっぱり心のことだったりとか、誰かを思うとか思われたいとか求めるとか、なんかそういう人と人との部分だったりとか、ともすれば恋愛感情に似た何かに捉えられたりする方もいらっしゃると思いますし、なんか本当に思いっていう部分が溢れてる、なんかとてもとても詰まってる作品だと思いますので、このアニメペットを見てですね、たくさんの思い、それぞれの気持ち触れていただければなと思います。よろしくお願いします。